あ、食ったね、食ったね、惜しくてよ。よし、まあまあじゃないの、これも頼むよ、頼むよ。ああ、ちょっと重く感じたけど、そんな大きくなかったね。30ぐらいかな。ふぅ、よいしょ。はい。ドライブビーバー。今日は 3.5 インチですね。3.5 インチの、またフリーリグの7グラムです。あそこに1本杭があるんで、まあそこの縦ストについてないかなと思って狙ったら一発でした。一本釣れてよかった。うん。オスじゃないよね。きっと。よし。はい。ありがとうね、バスちゃん。ありがとう。よし。よし。もう時間ないんでパパーと説明しますけど、いつもはこの木の下のあたりでバイトがあるんですけど、最近この木の下の反応が悪くて、でいつもはここのあたりまで来ないんですけど、まあちょっと水が減ってて、あそこの杭が一本見えたんで、まあ、あの縦ストについてないかなと思って落としたら、ちょっと一回あの杭に絡んだんですけど、その杭に絡めて外した瞬間に次引こうと思ったらバイトがあって、でちょっと送って合わせたらさっきの魚でした。でやっぱり白柿が今入ってきてるので、あの杭が渋いかなというので、まあ、あのドライビーバー4インチじゃなくて 3.5 インチにして、まあ、ああいうサイズでも一口で食わせやすいように 3.5 インチにして、でさっきのバスが釣れました。まあ、多分30センチないかなっていうサイズでしたけど、まあ、夕方20分か30分やって、あの1本なんで、まあ、よしとしましょう。はい。まだもうちょっと、日が沈むまで時間あるんで、もう少しやります。しっかり口の中に入ってたんで、まあ、多少の傷はあったんですけど、まあ、多分、あのサイズだったら、まあ、ネストじゃないと思うんで、まだ40センチ台のネストがまるでシャローに見えないんで、まあ、多分2陣か、ごめんなさい、3陣のオスが多分シャローに上がってきたなと思うんですけど、あの杭に落として、でフリーフォールで沈めて、スライドアクションして、でズルビーて、で止めて、でこの止めてる時に多分クンクンって持ってきましたね。
ったよね、食ったよね。ちょっとバックラッシュしとるから、もうこんな時に。見えない杭があってね、それにたまにつくんだよね。よし、シャローにおったね。よいしょ、よいしょ。そんな大きくないけどね。はい、ドライブウィーバー4インチのフリパンチャートですね。まだ尾びれがちょっと曲がってるから、やっぱり寒いかな。よっしゃ、さあ測ります。多分33ぐらいじゃない。あ、7ぐらいあったわ。はい、上顎つけて37ぐらいですね。口開けて上顎なんで、多分下顎で測ると38ぐらいかな。よし、はい、じゃあありがとうね、バスちゃん、ありがとう。多分ニジンの、ニジンじゃないか、サンジンの女の子でしょ。